違います。気にしないでください。あなたがやってるのが正しいですから。これで今日聞いたことで人と争い事を起こしちゃダメだよ。今まで私がこの話をしなかったのは、この話を言うと同時に世界中の宗教とおそらく対立するか怒られるかなんですよ。だからよそで言うと怒られるよ。ただ頭の中で考えてもらいたいのね。いいですか。この前ね、歯医者さん行ったらね、その歯医者さんがね、聞こえる？もうちょっと行こう。歯医者さん行ったらね、斉藤さんね、成功の法則教えてくださいよって、こっちは口開いてるから喋る。ガーッて。